見てください、ダンディーだ、ダンディー、こちらタコ八郎さんですよね。違います、タコ八郎さんやたらこざっぱりとしたわけじゃないです。親衛隊の方々です。親衛隊の焼き鳥の、はい、そう、先ほど激しく踊っていたこの方々は綾乃ちゃんをこよなく愛する親衛隊の皆さんなんです。これはオタ芸師っていうプロのアルバイトの人ですね。あそこまでのね踊りをね、うん、今まで20年分やったことない。本当、あ、心強いよね、親衛隊の皆さん。確かにそうです、本当そうです。たまに怖いなって思った時はね笑っちゃったよ。20年という親衛隊の皆さんにまずは基本技から教えていただきましょう。歴史が10年しかないですかね。あの激しかったロマンス、ロマンス教えていただきたいじゃないですか。はい、のロマンス。いや、これわこの統一感、この技を切れ。曲のサビの部分で多く使われるロマンスはとにかく腕を振り上げキレをよく見せるのがポイント。左人ズボンの丈が短いのがいいですね。では大技マトリックス、映画マトリックスから名付けられたこの技は、すげえ、体を反らせば反らすほど愛情がこもっているアピールになるんだそうです。愛情の深さが反りなんや。